エドワード・ヒックス・トーマス・ヒックス・エドワード・ヒックス、平和な王国。エドワード・ヒックスは、アメリカのフォークアート画家、敬験なクエイカー教徒。ヒックスは、ペンシルベニア州バックス軍で生まれた。彼の最も有名な絵はおよそ62のバージョンが、現存する、平和の王国で、それは、イザヤガキ第11章にある、狼さえも、小羊と住まい、氷は、子供の横に伏し、 子牛、若き獅子、ポエチクも集い、幼き子が彼らを導くという句を描いたものである。さらにその絵の多くは、その背景に、ペンシルベニア州創設の時のウィリアム・ペンとレナペ、族との間に結ばれた有名な教約を、表現している。幼くして、母親を亡くしたヒックスを育てた一家は、クエーカー教徒だった。彼も進んで宗教に帰依し、 巡回電動車となった。ヒックスは最初、車製造者の見習いをやった。そこで彼は車を飾る絵の描き方を習った。後に彼は、独立して、家具などの装飾業を始めた。ヒックスのクエーカー信仰は、時々、画家としての彼の活動と衝突した。事実、彼は、俗世間と関わったとして批判されもした。一度、 絵をやめたこともあった。だが、彼は信仰と絵の仕事を両立させる道を見出した。それは、クエーカーの競技を様々な見地から絵に描くことであった。例えば、平和の王国が、友会との平和の証言の反映であるように、彼はこのテーマで少なくとも62枚の絵を描いた。その違いは1820年代後半の友会内部で起きた。 劇的事件と、その結果を反映させた結果であった。ヒックスの他のテーマは、ペンシルベニアで起きた歴史的事件、農場生活、そして、聖書の物語がある。奴隷制には反対だったが、政治的な奴隷制度廃止論や、同じことをする他のクエーカーを支援することは、断り続けた。ヒックスは、ニュータウンマンスリーミーティングのメンバーで、 死んだ時はその墓地に埋葬された。彼の家は、バックス軍のニュータウンのミーティングの辞書の隣にあって、歴史的名所となっている。彼の伝記、メモアーズ・オブ・ザ・ライフ・アンド・レリジェス・レイバーズ・オブ・カーリーは、彼の死後1851年に出版されたが、彼の絵については必要最小限のことしか、書かれていない。ホーレンダー、ステーシー・シー・アメリカン・ラディアンス。 ザ・ラルフ・エス・マリアン・ギフト・ツー・ザ・アメリカンフォーク・アートミュージアム・ニューヨーク・アメリカンフォーク・アートミュージアム・イン・アソシエーション・ウィズ・ハリー・エヌ・エイブラムス・インク・2001。ありがとうございます。